左から、タチアナ王女、イリナ、オリガ王女父のアレクサンドル大公と、イリナと彼女の6人の弟たち。左から、イリナ、アンドレイ、ヒョードル、ニキータ、ドミトリー、ロシチスラフ、バシーリー・イリナ・アレクサンドロブナ公女、または、イリーナ・アレクサンドロブナは、ロシア皇帝ニコラ一世の、第四王子ミハイル・ニコライヴィチ大公の息子、 アレクサンドル・ミハイロビッチ大公とアレクサンドル三世の第一王女クセニアの第一子として生まれる。ニコライ二世の唯一の名である。1914年にフェリックス・ユスポフ公爵と結婚し、翌1915年一人娘イリナ・ユスポバを設けた。ロシア革命が勃発して皇帝ニコライ二世が退位、ロマノフ王朝の先制政治が崩壊して民衆による、 皇族、貴族の迫害が始まると、イリナは母、ハクセニア一家、祖母マリア皇太后、オバオリガ一家と他の皇族、貴族と共に、クリミアに遊兵された。イギリスの戦艦マールバラが、ロマノフ家と、ロシア貴族の救出に、クリミアへ差し向けられたため、それに乗船して、イギリスへ亡命。その後、家族と共に1920年に、パリへ移住し、50年にわたる亡命生活を16、 オートイユ界隈で送り、同地で死去した。ウィキメディアコモンズには、イリナ・アレクサンドロブナに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。